はい、今月も始まりましたトイラジ67回目です。皆さんこんばんは。 MC を務める大越智恵と相続吉高です。よろしくお願いします。よしよしよしね、うん、声出してた。みんな気づいてたかな。4月トイラジ本放送なかったやで。本当に、うん、あ、そうなんだ。いや、俺だけ教えてもらってないんだと思ってた。ねえ、うん、もうしれっと、うん、シャープ68とかになってるかもしれなかったってことでしょ。あ、なんでしてないの。しちゃえばよかったのに。みんながびっくりするやつね。え、自分だけ気づいてなかったの、うん、って、ね、はぶられてたのって、ねね、なるやつ、うん、なるやつ、なるやつですです、はい、です、うん、はい。まあね、真面目な話、いろいろと忙しくてね。超忙しかったし、まだ忙しいし、こんなことしてる場合じゃないのよ。もう放送なんかしてる場合じゃないんだよ。人前に顔をさらしてる場合じゃないのよ。もう帰らせてくれ。MC2 人もなんですけど、ね、帰らせてくれ。何やかんやでスタッフさんたちもね、忙しかったので、4月はね、動けずに、ちょっと5月の早い時期にやりましょうということで、はい。もうあっという間に忙しく4月が終わって、5月って言われてるけども、もう全然何もわからない。もう体感的には5月って、もうその、静岡ホビーショーが控えてるので、半月ぐらいはない感覚じゃないですか。うん。うん、もう。そうなんですよ。もうゴールデンウィークって名前やめてほしい。人によってはすごく大変ウィークとかにしてほしい。気持ちが晴れるかは分かんないけど、世間はお休みかもしれないけれども、うん、大変かもしれないウィーク、うん、ね、はい、そうね。そんな感じで、うん、67回目のトイラジ、はい、ね、今月も始まりました。始まっちゃいました ね、はい。もうこんな今月もっていうか今月はだね。今月はね、ね、今月は始まりました。ああ始まりましたよ。はい、今月はなぜかありませんでした。先月はしれっとなかったと、ね、うん。しれっと、うん、はい、ね、こんなことやってる場合じゃないって言われるトイラジですが、うん、そりゃそうだよ。もう本当に見に来てくださっていつもありがとうございます。いや本当感謝して、それは感謝してる、ありがとうございます。ね、こんなことって言われちゃいますがね、皆さんにとってはこんなことではないと信じたい気持ちでいっぱいの MC です。事件に大きいも小さいもあるから ね、うん、そうね、そう、悲しい現実はそうなんよ。あ、でもちゃんとやってるんだから文句はなかろう。あ、ね、しっかり出てきとる、ねね、しっかり喋るさね、うん、あ、よろしく頼みますよ、ね、うん、楽しい配信になるといいね、はい。なんでちょっと俯瞰で見られてるの。ね、長徳さん。当事者 A だから、そっちも。楽しい配信になるといいよね。なるといいね。ね、はい、また笑ってみんなと会えるといいな。そうだね。なんか、俺、このホビーショーが終わったら、なんかいろいろ楽しいことするんだって。うん。フラグを立てようぜ。フラグを立てようざい。語尾どうしたの、語尾どっかに置いてきたの今日。語尾置いてきちゃった。何結構噛むような長さじゃなかったよね。でゆっくり喋って最後でザラスってなったよね。急に砂利道で転んだみたいになったけど、足を踏み外したわ、ね、オープニングで足を踏み外してしまう。急に足首グイってなったよ ね。ほら、あら、まあ大変ですよ、もう。大変だね。ね、人を心配してる場合じゃないよ、あなたも。そうなのよ、久しぶりすぎ、そうね、あの、人前でお話しするのが、本当に久々ですよ。本当に、ずっとぼーっとしてました。うん、もうずっと、しょぼーっとしてました。ずっとミニ四駆作ってた。はいはい、僕も一時期はずっとミニ四駆作ってました。うん、ね、そうなのよ。もう、忙しくて、それどころじゃないのに。うん、ミニ四駆作ってましたね、我々。先月末が本当にもう、うん、もうヘルウィークでした。大変でしたけど。ヘルマンソでしたけどね。うん、ね、皆さんはミニ四駆の動画見てくださいましたでしょうか。うん、見てくれたのかな、ね、はい。とってもいいレース展開もあったりとかして。うん。うん、ね、ニコニコ超会議に、うん、参加させていただいたんですよね、トイラジね。そう、うん、超ニコ四駆ミニ四駆のブース
に参加させていただいたんですが、あのニコニコ生放送のレースの展開、うん、見てくださった方挙手。あれ、東徳さん見てたの？あとでね、アーカイブでね、タイムシフトで、うん、もう生活リズムがグズグズだったからね、レースが始まるね、うん、30分ぐらい前に電源が切れて倒れて寝たのよ。あ、そうなんだ。あ、もうダメだっつって、もうダメだっつって、うん、あ、見ました、ありがとうございます。うん、うん、ありがとうございます。みんなすっすってあげてくれてる、ありがとう、うん、みんなありがとう、優しいね、うん、こうよかったね、ちゃんと塗装を褒めてもらえて。そうね、うん、コンデレじゃないのになんで頑張っちゃったんだろうね。そうだよね、うん、あの、まあ、近況報告兼ねてね、あの、うん、最近のトピックスということでトビラジ的にね、あの、うん、参加させていただいたこともありましてお話しさせていただくんですが、うん、何、その普通はなんかボディってあんなピカピカにはしないのかな、クリアとか吹かないのかな、分かんない、俺全然ミニ四駆分かんないから、うん、でもスタッフに恥はかかせられまいと思って、うんうん、頑張ったよね、うん、うん、そうね、あ、リアルで見てました。わ、え、リアルって、リアルってリアルタイムで見てたの、それとも会場、リアルの会場で見てたのかな、ね、会場で見たらリアルタイムでじゃなくて現地でっていうんじゃない、現地でっていうかな、うん、ね、はい、さん、ありがとうございます。うん、ね、トイラジスタッフさんの中にあのミニ四駆好きな方がねいらっしゃるので、うん、まあ、あの、なんでしょう、こうシャーシはスタッフが作って、うん、でボディは上徳さんが作るっていうね、うん、で大越さんは以前からちょっとコンデレはすごい興味があって、うん、あの機会があったらいつか参加してみたいなと思ってたので、今日すごいね、ねえ、うん、神々ですね、参加したんっつったもんね、ねえ、ねえ、あ、塗装すると重たくなるから、あ、なるほどね、うんうん、すごいな、そんななんかちょっとした重さの勝負なの。でもラジコンとかもそうなんですけど、やっぱりステッカー1枚貼るだけでもバランス崩れたりとかしますしね、飛行機とかは、うん、ねえ、ねえ、噛む噛みやないかって言ってコメントが噛んでるけどね。あ、見せる用のボディはクリア吹いてます。あ、なるほどね。うん、いや、もうね、ピカピカに磨いて、うん、あの、もうなんか思いっきり走ってね、うん、傷ついてもいいじゃんぐらいで渡したんだけど、なんかね、スタッフがちょっとね、前日にね、うん、スタッフさんがコースアウトしたらごめんねってすごいなんかちょっと申し訳なさそうに聞いてきたもん ね、 そ, うね、そんなん気にせず、うん、ぶっ飛ばしてこいっつって、うん、あの女ぶっ飛んできて本当に飛んだね、うん、本当に飛んだし、カーブのところで止まってるでしょ、2回目、うんうんうん、カッつってね、カッってね、うん、でちょうどね、その前の週ぐらいかな、テレビ千鳥でミニ四駆、うん、はい、あの新橋でねやってたやつだよね、う、うん、で、その時も勝って止まった展開があったじゃない、うん、だからトイラジもそうなるかと思って期待したんですよね、うん、全然ね、全然ならなかった、曲がれなかったね、よかった、なんかド派手でよかったよ、うん、うん、いや、なんかそのあれでしょ、そのもちろんね、走り切って美しく走るっていうことも大事なんですけど、うん、どれだけ皆さんのその記憶に残るかっていうことも大事でしょ。ねえ、なんかトイラジチーム、うん、こんなぶっ飛ぶセッティングなのにピカピカのボディできやがったって思ってくれたらもうそれで OK だからね、うん、すごい飛んでたもんね、うん、すごい飛んでた、振り返ってたもんね、あの飛んだ瞬間をスローにして ET の BGM をかぶせてあげたかったもんね。ね、いや、でもね、今回うん、皆さんからマシンを会場に送っていただいてレースしたりとかっていうね、その、まあ、リアルなイベントも開催しつつリモートでも楽しんでいただけるように運営さんもすごく工夫されてたと思って、うんうんうん、私も2日間協会議の配信を見ながら楽
楽しませていただきました、うんうん、ね、爪痕残せましたね、残せたかな、うん、ね。まあ、トイラジね、まあ、ニコニコで始まったっていうコンテンツでもあるので、うん、まあ、町会議はね、いつか参加してみたいなっていうのは ね、うん、まあ、トイラジチームでも話してたので、うん、今回ホームページにトイラジのロゴが載ってちょっと感動しましたね。え、なんかね、ありがたいことでね、うん、そう、まあ、来年以降ね、まあ、どういう状況かわからないんですが、まあ、落ち着いたら会場に行ったりとかもね、できたらいいなって思いますし、うん、ね、いけんのかな、毎年このペースだったら一番忙しい時にどんかぶりなんだけど ね、 そうね、多分そのね、静岡ホビーショー前で、そうそう、ほんとね、出かけてる場合じゃない、もう重圧が半端ないからね、うん、ね、うん、そうなんですよね。その協会議の配信見てくださった皆さんも本当にありがとうございますね、うん、まあ、でもほら、我々都合です、世界が回ってるわけじゃないので、そう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 、町会議は町会議で4月の終わりっていう固定で開催されてるイベントなので、そうそう、うん、必ずしも町会議が動くんじゃなく、うん、ホビーショーが動くっていう可能性もあるからね、ね、そう、うん、どっちか、うん、どっちが動けばいいもんでもないから、まあまあまあ、うん、ね、うん、うん、まあでも今回また新しいね、きっかけをいただけて楽しく制作できましたし、うん、動画もね、公開されてますので、まだ見てない方はぜひご覧いただけたら嬉しいです、うん、ね、もうずっとずっとサビ塗装してます、先月、楽しかったですけどね、うん、今回上げてるサビ塗装の切り抜き動画は、私のジオラマ作品、戦車の海の底に沈んだ戦車のジオラマだったりとか、うん、あと、スイレンと飛行機のジオラマのサビ部分だったりとか、うん、いろんなジオラマに出てくる乗り物、朽ちた乗り物にほぼほぼ使ってる技法なので、うんうんうん、見ていただけるといろんな乗り物に応用できるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ簡単なのでね、やっていただければと思います、うんうん、はい、そしてトイラジ的なトピックスといえば、うん、京徳さんの飛龍の動画、はい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 、あれもだいぶ前の感じがするんですけど、で前回の本放送以降に公開されてるんです、ね、うん、そっかそっかそっか、うん、ちょうどギリギリだったのか、そう、そうなんですよ、ね、ね、うん、そっか、そ、ね、なんかだいぶ過去の記憶になってますけども、うん、うん、本書籍と連動しての動画だったんですよね、うん、はいはいはい、そうですね、うんうん、そうなので、うん、書籍の発売日に公開したいねっていう話で、うんうんうん、で本放送はちょっとギリギリその前だったので、そう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 、ね、だからパトレイバーの話しかできなかったんだよね、そうなんですけど、うんうんうん、飛龍を作る超初心者向けというか、これから完成模型作りたいよっていう方にもめちゃくちゃ分かりやすい内容ですもんね、ピンポイントで、エッチングパーツとかは一部に使ってるけど全部に使うんじゃなくて、うんうん、段取り手順とかを丁寧に見せるみたいな感じで非常に分かりやすかったです、なあ、よかったです、そう、まあね、ディテールアップはね、もうどんどん持っちゃえばできるんだけど、うん、基本的なやっぱ組み方の手順っていうのはちょっとコツが分かるだけでだいぶ楽に作れると思うんで、うん、うん、だからね、前回は大越さんに教えるっていう形で、はい、ね、うん、ローガンズさんの展示のために作ったんでね、はい、そうですね、空母の千代田、うん、と朝下を、はいはい、ね、作らせていただいたんですけど、その時こう質問でリモートでっていうのをやったけど、うん、まあ、ちゃんとね自分が作ってっていうのは今回初めてだったんで、うん、うん、まあ、しかもね、船としても空母は同じでもやっぱクラスが違うんで、そうなんですね、うん、私全然知らないなので、うん、まあでも千代田を作ったことがあるので、だいたいそのこういう手順なんだろうなみたいなのはすごく分かりやすかったですし、うん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 、あとその時はリモートで口頭で聞いてたりとかしたことが、うん、あ、やっぱ聴徳さんもこういう作業されるんだなっていうのがすごく分かりやすかったので、うん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 、なんか
何でしょう、合わせてトイラジの完成模型を作る動画を見ていただけたらいいかなと思います。そうですね、ぜひぜひ。はい、であとで、そう、あのニコニコのニコニコのチャンネル登録してくださってる方向けの動画で、リモートの全時間会話している時間公開されてるんですよね、限定で。あ、はいはいはい、うん、そう、大越さんが上徳先生にその船の手順を聞くっていうところが、あの、本編 の、 その YouTube とかに公開してる動画とかだとやっぱ一部切り取ってやってるんですけど、でも実際結構長く話してて、なんかその喋ってる中にも結構大事な要素とかあるんですけど、残念ながらこう動画には入れられなかったところも全部お見せしてる動画を公開してるので、そう、もしね、チャンネル登録してるよっていう方いたらこの機会にぜひ、そう、ノーカット版ですね。そうそうそう、うん、ぜひご覧ください。特典、特典映像みたいな感じですね。はい、そして、ね、近況報告、トピックスといえば、そう、ノーカットバージョンは存在してるんです。そう、うんうんうん、なので、あのニコニコのチャンネルに上がってるので、あれもう何、2年前ぐらい、2年前ぐらいじゃないですかね。だよね、去年じゃないもん、一昨年だもんね。一昨年の秋ぐらいだね。ですよね、うんうんうん、そうそう、なので3本ぐらいかな、ノーカットバージョンって、うんうんうん、上がってます。あれぜひ後で見てみてください、うんうん、結構長尺のノーカットバージョンですもんね。ね、結構しっかりね、うん、喋ってましたもんね。はい、うん、お話ししているのでぜひご覧ください。はい、そして近況報告、上徳さん地上波、うん、初出演になるんですか。ちゃんと出るのは初めてかも。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、昨夜で、今日の夜、まだなんか今日の夜だね、どっちかというとね、うん、日付変わってないもんね、土曜日の0時50分から、はい、深夜に放送された長徳さんがゲストで、まあはい、助っ人で出ました、うん、はい、うん、吉本プラモデル部さんと一緒にね出演されている、うん、ニュースの、ニュースの全力メイキング、はい、出ました。出ましたね、しっかり出てらっしゃいましたね。しっかり出てるし、思った以上に早く出てきてすげえびっくりした、うんうん、チケットの登場早って、早かった。うん、うん、そう、実際はなんかもうちょっとあの、ガチャガチャ回されたりとか、出たやつでお話とかも結構あったから、うんうん、タイミングになるのかなと思ってたら、はい、うん、まあ大丈夫、ネタ映えでもね、あれっすよ、あの TVer で、 TVer で見れるんだよね。そうなんですよ、うん、あの見逃し配信で、うん、あの今 TVer で配信中なので、うん、あのテレビ映らないエリアの皆さん、そうそうそう、あの、うん、放送エリアじゃないところにお住まいの皆さんとか、あと関西の方では1週ずれて、うん、なんか2週ぐらい、1週2週ずれてんだよね、うん、そうそう、もうだからもうすぐ見たい方は、TVer で、TVer で見れるらしいんで、うん、便利な時代になったね。ね、利益が違うからうんぬんが解消されてるんだね。そうなのよ、うん、だから子供の頃ね、スーパーとかあったらね、うん、東京とかでしか見れないアニメがね、広島とか山口でも見れたわけでしょ。そりゃ幸せだよね。何見たかったですか。エヴァンゲリオンとか。エヴァやってなかったの。やってなかったの、山口やってなかったの。何が流行ってたの。じゃあだってね、山口県住んでたところは地上波がその民放2局しか映らなかったのね。2局ってどことどこなんですか。ね、笑っていいともは夕方やってた、うん、で富士はやってるってこと多分と、どこだろう、富士と、なんだろう、日テレとかわかんないけど、でもそういう感じで、ね、うん、そうなの。だからね、エヴァは広島では夕方にやってたのよ。あ、うん、だからエヴァはね、ずっとね見てみたいなと思って、うん、春休みとかにおばあちゃん家に泊まりに行った時に、う
広島のねおばあちゃんと行った時にエヴァ初めて見たの、最終回だったの、うんうん、何のことやらだったの最終回、最終回だけ見たら本当わかんないよね、わかんなかったの、うん、だからもうトラウマエヴァなんかみんなすごいすごい言うてるけどありがとうってね、すべてのチルドレンにありがとう、ポ、うんうん、カーンってなって、おばあちゃんがともちゃんが見たかったのはこれって言われる、うん、うん、つって、ああ、ちゃんとうんって言ったんだ、よかったよかった、うん、いきなりなんか違うかもみたいな私は一体何を見せられたんだろうみたいな、そうそう、だからね、なんかね、もうエヴァのそのな何かも分からず、うん、まあ大丈夫、トータルで見ててもエヴァが何かが分かる人ほぼいないから、あ、そう、うん、本当にもう最終回だけ見ちゃったの。当時だって、え、当時大越さんでいくつぐらいですか、高校卒業ぐらい、高校2年とか、うんうん、3年とかぐらいかな、だって長徳さんが14歳ぐらい、そう、僕リアル14歳だったんですよ、でしょ、だから、うん、多分2年高校2年とか3年ぐらいの時だったと思います、うんうん、いやだから見てて最終回の方にいて、うん、どん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 話がこう、最初はさ、なんとなく、うんうん、その分かんない話いっぱいあるけど、うん、なんとなく分かるじゃない、うん、なんかこうなんかね、主人公シンジ君出てきて、うん、いろいろあってとかって流れて見てたけど、うん、もう後半になってさ、そのもう絵もトリッキーだし、うん、内容もトリッキーじゃない、うん、で中二じゃない、もう、うん、俺がバカだから分かんないんだと思ってたもんもう途中までついてたのに、はあ、俺バカなのかなと思って、フィルムブックとか買ってすげえ見たそうか、あの逆にね、その何アニメージュとかアニメディアとか、うん、そのアニメ雑誌とかにはやっぱりすごい取り上げられてたわけでしょ、うんうんうん、その当時、うん、だからそういう情報はあるのに、あ、見たいな見たいなと思って実際見たら最終回だったから、もう本当にびっくりした、うん、突然もう終わっちゃうでしょ最終回、うんうん、だからもう、っておばあちゃん見たもんね、って、ね、おばあちゃん、みたいなおばあちゃんに救いはないけどね、そこはね、うん、おばあちゃんも困った顔してたもん、そうね、おばあちゃんは何ゲリオンでもないからね、うんうん、おばあちゃんがもう、うん、みたいな言ったの、おばあちゃんこの時間にエヴァやってるからこれだけ見せてって、おばあちゃんちのテレビで、で多分ね、おばあちゃんね、夕方だから4時ぐらいからお相撲見るのね、うん、でもその時間は見たいものがあるからって言って見せてもらったりとかしてたの、うん、テレビ、はい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 、ね、そうだからね、なんかもうびっくりしたよね、おばあちゃんと2人で、そうだろうね、うん、そうで、うん、なんかやっぱおばあちゃんエヴァ知らないから、そうね、おばあちゃんがしてたらちょっとどこの手のものかなって思うもんね、ね、だからね、なんかその本当にびっくりしたもうだからその時に TVer とかあれば、うん、ね、ほら、もういろいろ見れるでしょ、うん、ね、そう、うん、そうね、うん、当時はもうテレビで放映される時に 毎週録画してて、もうすげえ見てたけど分かんなかったもんね。まあね、でも言うても広島もちょっとアニメ再放送ですけど時間違いますけど、うんうん、やってたので、だからそのなんかリアルタイムで見たかったよね、いろんなアニメ、ね、うん、いやでも結局ね、僕はもうエヴァ見た後は数年間他のアニメが見られないっていう病気にかかってしまったんで。そんなに衝撃を受けたんですか、やっぱ中に。結局だからエヴァテレビ版があって、うん、それ終わった後に旧劇場版の最初のやつがあって、うん、はいはいはい、うん、でまたその旧劇場版の最初のやつを見に行った時にさ、うん、初日見に行ったのよ、もう映画館並んで、はいはい、で見るじゃない、うん、たらさ、もう続くなわけよ、うん、まあそうだね、うん、でもうこう最初のところはまあほとんどまあ総集編みたいな感じでじっくりなんだけど、最後のところの数分の展開が怒涛すぎて、はいはい、もう
そこからまたその次のが来るまで何年かかかるわけじゃない間は、はい、まあまあ今振り返ってみればね何年かかりますよね。だから中2から始まってんだけど、うん、高2とか高3ぐらいまで行ってたと思うもん最後。その期間中はもうほとんどエヴァよ。ああ、うん、なるほどね。あ、TVerがあればね、うん、大石さんもあんな気持ちにはならなかったんだよきっとね。そうね、うん、いやあれはトラウマだったな。こんな今のね時代、うん、見逃し配信ができる TVerでぜひ超特先生の、うん、あの勇姿を皆さんご覧いただければと思います、ね、今の入りなんか TVerの案件みたいな感じだったよねね、うん、じゃあ、うん、ねえ、まあ今週はね、まあでもどうだろうね、そのまあネタバレじゃないとこで言うと、その当日の収録がトータル8時間半だったのよ。はい、あのもうホームページとかにも出てますね。そうそうそう、出てる情報でしか喋んないけど、うん、よく考えたら8時間半が30分番組2回、うん、でしかも30分って言っても CM とか間に入って、まあ実質20分ぐらいじゃない、うん、40分ってことでしょ。まあその全部ね、うん、CM とかない状態にしたら多分それぐらいかな、うん、来週完成すんのかなって不安だもんねいやでもそのテレビの取材ってやっぱすごくたくさん取材していただくのよ、うん、何時間もそれこそこう1ヶ月とか密着とかってやっていただいたりとかしても、うん、やっぱ30分とかになっちゃうから、だから、うん、最初のところだけバッとやって、うん、で来週のもう結構ボリュームあるのよ来週も多分、うんうんうん、がもしかしたら途中で5時間後みたいなのがこう入って急になっちゃわないかなってぐらい、どうつながるんだろうと思って。だからあれでしょ、続きは劇場へみたいな感じになっちゃうんでしょ。いやだってもう4週分ぐらい撮れてると思うもんね普通に、うん、まあ普通に8時間って考えたらまあそうだよね、うんうんね、まあでも取れ高がねいっぱいあるといいですよね。ね、うん、まあね、はい、その放送されるのが13、はい、ホビーショーの真っ只中、はい、ホビーショー真っ只中で僕はもう毎日毎日会場と美人法を往復して死んだように寝てると思うんで全然リアタイでは見られないんですけど、はい、うん、皆さんはぜひ見ていただいて、ねえ、見て感想なんぞをツイートしていただけると、うん、はい、励みになりますね。もう悪口以外は全部喜びますんで、はい、うん、ねえ、なんかね、超徳さんすごい頑張ってたけど、ここがちょっと甘かったよねみたいなのが言われたらね、もう本当に、もう下半期ゲストリーしちゃうんで僕が、ね、うん、そうだね。あれなんだろうね、今考えても。うん、よくまあ8時間半であんな風になったなと思うもんね。普通に考えて8時間で、うん、あのベースとか作るのすごいですよね、うん、すごいよね、できるもんなんだなと思った、ね、うんうん、そう、結構ね、あ、今はしょったりしたんですよ、うんうん、普通だったらこう工程がこう頭の中でさ1個やって2個やってってこういくじゃん、うんうん、それの1やった時に2飛ばして3やったりとかみたいな感じで、はいはい、間結構中抜きしたんだけど、うん、の割にはできたんで、うん、ね、まあ、もうぜひね、うん、今週来週ともぜひご覧ください、うん、ね、いやなんかドキドキするよね、なんか知ってる人がテレビ出るとドキドキしませんいや自分だって散々出てるでしょ。いや自分はもう本当にもう緊張しすぎてオンエアチェックとかするときにもうご飯食べられなくて、朝からもうずっとだから放送終わるまで、うん、だからもうさ、テレビとかもさ、もう見るのもさ、うん、あの直視できないわけよ。だからもうそれは何、こう みんなに対するこうか弱い腰アピールのやつなの、うん、本当のやつなの。本当のやつ、もう本当にもうどういう風に映ってるか、うん、あのなんかね、あの雑誌とかで構成させてもらえるじゃない、うん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 、こうあの印刷の前に、うんうん、だから大体どういう写真を使っててどういう内容かっていうのをチェックできてるから、うん、あの安心なんですけど、
あのテレビって、うん、もうオンエアされるまでチェックさせてもらえたことがないので、でも大越さんも慣れっこだからあれでしょ、こうなんかバスローブ一丁でさでなんかこうなんかドンペリかなんか持ってさ寿司食いながら見たりとかしてるんでしょ、そんなことないですよ、もう本当にもう見れたくって、最初のねプラモ作ろうの時は、うん、だからその何このテレビがある部屋の扉からちょっともう離れたところからこうやってみて、すごいじゃん、元祖ひょっこりはんじゃない、ね、なんかもう怖い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 、ね、ああ見れない見れないみたいな、ああでも見たいみたいな、そうそうね、うん、いやわかる、プラツクはね、うん、あの家族とは一緒に見てないもん、あわかる、うん、なんか一人で見ちゃいますよね、もういやもうなんかね嫌なんよ、その家族とかがさなんかわあ映った映ったとかさ映ってるよとか言われるけどさ、いやそれ映ってるだろうさって思うしさなんかあのねやっぱりその家族に連絡すると見てくれたりとかするわけじゃないですか、うん、なんかちょっとね恥ずかしいですよね、なんかそうだからなんかさ、うん、あの家族とかはもうありがたいことに、うん、その自分が出たのをただ喜んで見てくれるじゃない、うんうんうん、でもこっちはさその大丈夫かなと思って見るじゃない、あっちこっち、うんうん、なんか粗相はなかったかなとか、そうね、わ、うん、かります、だって、うん、だって昨日見ただけでもすげえ反省してるもん、うんうん、反省してるっていうかすげえ勉強してるっていうか、自分のことだから、うん、なんかもうちょっとあの時姿勢よくすればよかったなとか、なんかああいう時なんでああいうこと言わなかったのかなとか、あのね昨日、うん、まあネタバレにはなんないか大丈夫なんだけどね、うん、あのなんだろう、僕がまあチーム分けあったんだよね、2チームに分かれてなんだけど、うん、あの哲夫さんがねあの筆塗りのあれを教えるっていうんで、このウォーターパレットをね、はいはいはい、の説明で持ってきてやるんだけど、うん、その時ね、うん、あの加藤さんと向き合ってじゃなくて、うん、物をちゃんとカメラに見せてこうでやるのよ、あ、なるほどね、そう、でも自分はウェザリングカラーをおすすめするときに本人に説明してるわけよ、ああね、うん、あラベルこっち向けときゃよかったなとか、そうだからテレビとかだと、うん、やっぱラベルをカメラに向けますかっていうのを確認して、うん、回るとかありますもんね、スタジオとかでさ、うん、いかにもそういう風に撮りますだったら、うん、お互いがそのカメラがあったらちょっとハスに構えて、うん、そのお互いも向き合ってる風はあるんだけど、うん、基本体こっちにも向けてますよってやるじゃない、うん、でもあそこねそういう感じじゃなくもう本当に作業場みたいな感じでやってるから、うん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 、普通に汚しどうしたらいいですかって聞かれて、うん、あこれ使ったらいいですよって説明してるところを、うん、いっぱいもういっぱい押さえてくれてるのよ、結構何個かカメラさんが、いやいっぱいカメラもあったし、だからまあ、うん、あの撮ってくださってるって感じね、そうそうそう、うん、だからさなんかそれ見た時にあそっか、でもそれが俺がやっていいのかどうか分かんないのよ、でもなんか番組的にはすごい自然な感じで説明をするみたいなのが多分望まれてると思うので、うん、そこでちゃんとカメラの位置を意識してこの見せるみたいな、うん、ものをちゃんと見せるみたいなのがちゃんとあの部長はできてらっしゃるってことですね、そうそうそう、後から見るとあーさすがだなって見やすいと思ったし、あ、うん、でもこうさ僕はもうそのまずここにいるのはさもうニュースの人なわけだよ、もう俺からすると、ね、うん、にいらっしゃる方でしょ、うん、それは出さないようにしてるけど、うん、こっちもなんかやーってなっちゃダメじゃん俺が、うんうん、でも、うん、ここにいるニュースの人に説明するっていう状況で俺がこっち向いてこうだとなんか失礼な感じがするじゃない、ちゃんとお話しした方がいいよっていうこの、ね、日常の会話の中でね、うん、そう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 、だから考えるとやっぱりちゃんとね、あの目を見ながらこう説明をするみたいな感じで、顔とか体をこう、うん、向いて説明をするみたいなのって日常だからついやってしまいがちなんですけど、ね、お互いそのフォーマットだったら俺が向こう向いててもそれは見せた方がいいもんねって勝手に分かってくると思うけど、うん、もう急に出てきた素人の俺が急にそれをやると、うん、
やっぱおうおうって感じになるかもしれないし、ちゃんと説明してもになるかもしれない、ね、どういう感じになるかわからないわ、ね、かんないわかんないから、うん、あれはなんか見ててね、まあ見やすいしさすがだなと思って、うん、そのとこばっか見てるからね、うん、まあ、だからあれですよ、超徳さんも次に出るときはもっとなんかちゃんとこうしようみたいなのを学んだんだね。そうね、なんか、うん、学んだんだね、うん、離れしなきゃいけないよねって次があるか分かんないけどさ、次はもっと動くみたいな、うん、だからそういうことよね。まあ大越さんももうね、その毎回毎回反省の繰り返しでも、自分のオンエアチェックとかもそのうわーってうわーうわーうわーって、うん、うわー疲れてってうわーやめてやめてなりながらやるわけですよ毎回、うん、ずっとひょっこりはんみたいになってるんだけどね、うん、いや事前の打ち合わせとかも、うん、そこまで細かく場当たりとかそのあー全然はないですよね、うん、その場所に立ってくださいとかないないから、そう、なんか流れで、うん、あのバーって説明し終わった後に、あ、じゃあちょっとカメラに向かって見せてもらえますかみたいな指示があって見せたりとかっていう感じなんですか、うん、あでもね、あの、うん、やっぱね忘れてないなと思ったのは、うん、あのプラモ作ろうの経験があるからあの、うん、作業してる時に筆とかでささささって塗ったりするじゃない、うん、で塗ってる時にあのカメラさんも撮りますって言って近づいてくるわけじゃないじゃないですか、うん、ふわーっと来るから、うんうん、ふわーっと来てこうやっててで僕が行ってチャーリーちゃんがいたりとか、うん、小山くんいたりとかしての時にこう撮って今あもしかしたら筆やってるとこ撮りたいのかなと思った時に、うんうん、普段だったらこう行くじゃない、はいはい、けどやっぱこうやるもんね普通にね、ここ越しに撮れるようにちょっとスペース空けて、こっちとか後ろから撮られる時は首こうやってやります。あとやっぱ意識的にさ、うん、こっから来てたら変にこう動いたりとか、うん、変に動かないようにしようと思って固定するよね、うん、割とね。そう。だから多分手元取る時の方が、うん、あのちゃんと意識はできてたと思う、うん、そう、これが経験ってことなんですね、うん、そうですね、まあ、そんなね新しいチャレンジも面白かったされつつね、うん、そうあれ実はさその、うん、まあ、先月末だったんですよ収録、うんうんうん、あの前日もこんちゃんの収録だったのよ、はいはいはい、うん、あの2日連続で終日収録だったからもうねぐったりしながら帰ってきて、うん、でその先月末に収めなきゃいけない作例1本仕上げて原稿2本その後書いてるから、はいはいはい、なんかね、うん、もうほんと壊れちゃうと思ったよ。まあ売れっ子。いやもうこれでね、なんかもうすごい勢いで入ったらね、もう全然いいけどね、うん、まあこれぐらいね、キリキリ働いてやっと暮らしていきますめっちゃハード。皆さんの支えがあってのトビラジ MC でございます ね。うん、なんか続くときは続くね、頑張ります。うん、ね、なんか重なるときには重なる、ね、そうなんだよね、なんか集中しますよね、うん、うんうん、そうですね。まあでもあれでしょ、まあ、でもあれですね、そんな風にワイワイ騒いでる超徳よりも大越さんの方が売れっ子だからね、うん、基本的に、ね、いやそんなことはないです。もう最近はもう本当に超徳さんの方が活躍がすごくて、あの大越さんはあれですよ、そのもう本当に嬉しくこう授業参観に来たおばあちゃんみたいな、ね、別にお母さんでもよかったんじゃないの、なんで急にお塩食いに行ったの、頑張ってるねって言いながらこうニコニコしながらおばあちゃん名字で呼んでくんのかね、超徳頑張ってるねって。おばあちゃん名字で呼んでくるの怖えな、距離感が、ね、うん、なんかでもその何やっぱ超徳さんが、うん、そのいろいろこう活躍の輪を広げたりとかやっぱ、はい、努力をされてるっていう姿は、うん、やっぱトイラジチームの皆さんと一緒にいつも見てるので、うん、なんかやっぱ嬉しいし、うん、あのやっぱ自分じゃないから緊張しないから面白いですよねもう完全にスケボ祭りで先に紹介終わった人の気持ちじゃない。そうもうなんかちょっとさん緊張されてるみたいな、そういう感じで、うん、はい、もうよかったねって思いながら、まあねって言いながら、まあでも非常にね良い現場だったので、あの助かりました、うん、なんかすごいピリピリしたりとかね、これがテレビかみたいな感じじゃなかったから、うん、うん、あの終始楽しく、はい、うん、やってきました、はい、ね、
まあ、近況報告そんな感じかな、うんね、ちょこちょこいろいろと進めていることはあるんですが、まだお知らせできるまでもうちょっとかかりそうなこともあるので、うんね、また来月の配信とか、まあ、今月中にもう一回できればね、なんかできるかなのかな、まあ、でも次回とかにまたお知らせできることもあるかな、どうかな、ね、はい、なんかいいお知らせがね今後もできるように頑張りますね、うん、まずは無事に静岡ホビーショー終わってね、無事にお家に帰れるように頑張りましょうね。そうだね、帰れればね、本当に本当に頑張らないとなんで、今週ね、いや頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、はい、いうわけで、67回目の問い合わせ、はいはい、本日もねご視聴いただき本当にありがとうございました。もうなんかこんなことやってる場合じゃねえ感がすごいわあ、バレたか、今ちょうどなんか下りが終わってこうなんかスッとこうまた来月やねって空気になったからこうスッってこう、はい、ね、うん、いやで、まあ、今回ね、まあ、近況報告いろいろと先月から今月までいろんなことがあったので、まあ、そのお話と、うん、まあ、とにかく来週の静岡ホビーショーの準備をね、うん、今やってるので、まあ、そのお話もしようかということで、ね、どうなんだろうね、来ました、うん、どうなの静岡ホビーショー、今見てる人の中でその行くぞって人どれぐらいいるんだろう。あ、ね、静岡ホビーショー行くよっていう人、うん、行くよって人ね、いらっしゃるかしら。あ、行きますって。うん。うん、お、行きますって。結構いらっしゃる方、うん、多いのかな。ね。お、あ、すごい。お、すごい。うん。ね、行きますって言ってくださってる方も。うん、え、じゃあ会場に来た方は、だから張徳さんと握手？大越さんはどうなの？今年は。大越さんは今年は、うん、会場にいたりいなかったり、いても一ところにとどまらなかったりな感じだと思います、うん、まあ売れっ子だからね、打ち合わせがあったりとかも忙しいもんね、引く手あまただもんね、ね、引く手が、まあ、いろいろ今年、うん、変化があるので、予定されているので、うん、なのでまあ例年とは違う動きをするかなっていう感じです。またちょっとお知らせはできない状況なんですけど、うんうん、会場にいらっしゃる方とはもしかしたらすれ違えるかなみたいな、会える、でもちょっとその状況によってお話できたりとか対応できる状況ではないかもしれないので、うん、そうなので、まあ、あまりそのなんかサインを書いたりとかなんか対応ができない。そういうのどれぐらいやれるのかわかんないよね、うん、その何こう、うん、接するわけじゃんそれって、うん、だそういうのがちょっと運営さん的にどうなんだろうね、うん、そう握手とかはちょっと無理かもしれないなっていう。そうね、そうで、まあ、サインとかは、まあ、直接その接触するわけではないから、うん、まあ、サインぐらいだったらっていう感じなんですけど、でもちょっとそのサインもちょっとその書けるかどうかわからない状況なので、うん、なのでまあ、今回その一般公開日に会場にいることにはなってるけれども、まあ、そのどれくらいまで対応できるかっていうのはまだちょっとわからない状況ですね。そこはちょっとね、うん、まだわかんないから難しいですね。張徳さんはモデリウムさんのブースにいらっしゃる。まあ基本的には、ね、うん、ね、うん、はい、たりいなかったり、うん、外の芝生でしゃがみ込んで泣いてたりね、うん、静岡を楽しもうと思ってますけどもね、行けない方もいらっしゃると思うので、なんかそういう方たちにも楽しんでいただけたらいいなっていうのは今ちょっと準備をしている段階なので、またねお知らせお待ちください。うん、うん、ね、はい、そう、トイラジとしていくわけじゃないんですよ。トイラジは別に関係ないんですよ、うん、ホビーショーとトイラジは関係ないので、うん、そうなのよ、うんうん、そうなんですよ、今年はね、だからバラバラ別々の張徳さんはモデリウムさんで、うん、大越さんはその野良大越さんで、
あの一ところにはとどまらずうろうろフリー売れっ子モデラーとしてね。いやそんなことはないです。あちこちにこう大腰が来たでっつって、あ、ね、あ大腰さんだーありがとうございますいつもっつって、あらまあね、ね、大腰智恵の総会心ですみたいな感じでね。うん、ゴシの巨頭ですよ。ノラの大腰さんです、うん、そう。ノラの大腰さん、ね、なんかこうしもしもって感じだよね。トイラジ関係ない、そうトイラジは関係ない、でもいつかなんかトイラジでもなんか出られるようになったらいいね、うん、そうそう、うん、まあ、トイラジっていうものがちゃんと数字持ったりとかね、うん、なんかその、うん、そういう形になればあり得るけども、うん、だからトイラジで動画撮ったりできてたのも、うん、僕は僕でモデリウムで出展してているし、うん、大腰さんは仕事で行ってるし、はい、でまあスタッフもね、うん、来る機会があってっていうところが合致してるから、はい、だったらトイラジで回ろうぜみたいな感じだから、うん、まあ、というとね、その、うん、わざわざ撮るために行ってるっていうよりは全員揃ったんで撮れたっていう方が正しいんだよね。そうですね、うん、基本的にはその動画を撮るためだけにイベントに行くっていうのってあんまりないですもんね。まあ、それこそその、うん、いやそれでやるんだったらトイラジでメディアで申請して、うん、ちゃんとメディア賞をもらってやんないといかんもんだから、うんうん、そこら辺はね、あの、うん、7でやっちゃうと本当になんかこう最近さみんな撮れるじゃない、ジンバルみたいなの持ってたら誰でも撮れるからさ、まあそのあれでしょ、スマホとかでも動画撮れちゃうし、うんうん、でも一応ねあのしっかりと撮影させていただくときには運営さんにもお話しさせていただいて、各メーカーさんにも許諾いただいてっていう形でやらせていただいているので、うん、はい、今回のは動画はどうなんだろうね、なんか うん、あえて時間をスケジュールを取って撮るっていう予定はないですもんね今ね。まあ、そうね、まあ、一般日は撮れないと思うけど、うん、業者日にしてもそのどういう感じになるのかが全然見えないんでね、うん、うん、当社なんで、出店者です、うん、個人のディーラーさんではないです、ね、個人のディーラーじゃないです、メーカーさんですね、はいはい、出店企業なので、はい、企業さんです、はい、うん、はい、もうここちっちゃいけど俺でも企業なのよ。そうなんですよ、こんなちっちゃいのに企業ってあったのってちっちゃいんだけど企業なのよ、うん、あのワンフェスとかだったらディーラーさんとかっていう言い方をされると思うんですが、そう、超徳さんはあの企業です、はい、超徳、はい、さんは超徳イコール企業じゃないですか、ね、ノラ、ね、さんノラです、はい、うん、そうノラだけど一応あのお仕事で行きます、はい、うん、うん、まあお仕事じゃなかったら来ないでしょって変な話、うん、よっぽど状況良かったりとかしない、まあ、去年とかも含めて、うん、お仕事だから会場にいるので、うん、なんか個人的に遊びに行ったりとかっていうのはないですね、うん、そうね、うん、一般日もね、なんか土曜日の登録が満タンになったみたいな話がありましたね、ツイッターで流れてきてましたけど、うん、今回は、まあ一応その感染対策で、事前登録制なので、うん、そうそう、これから行こうかなと思ってる方、日曜はまだ空いてるらしいんで、あの、静岡ホビーショーのサイトから、うん、登録制になってますんで、はい、事前登録しないと当日に行っても入れない可能性があるってことですね。そう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 、ふわっと行ってもダメなんで、うん、はい、皆さんいらっしゃる予定の皆さんは多分もう事前登録されてる方がほとんどだと思うんですが、うん、まだ登録されてない方がいらっしゃったらぜひ事前登録してね、入場していただければと思います、うん、はい、であと会場内でそのマスクの着用だったりとか、まあ、消毒とか検温とかっていう、ね、うん、対策もやられてると思うので一応その、うん、注意書きというかお願いのページもホビーショーのサイトにあると思うのでしっかりと確認をしていただいて、うん、会場に来ていただければと思います、はい、ね、そう、まあね、だそれがまあどういう風な感じで機能するのかとかがちょっとまだねやってみないと見えないところというか、うん、この状況になってから、ね、普通にやるのは初めてのホビーショーになるんで、うん、まあ、ちょっとねどうなるか分かりませんけども、でまたそのゴールデンウィーク終わって、うん、でまあどういう状況になるかっていうのはまだちょっとね今のところ分からないんで、うん、まあでも分かんないけどその、うん、終わった週にやるイベントなんで、うん、なんか状況が変わっても対応しきれずにもうやめることができない気がするのよね、うん、ここまで来ちゃうと、うん、だから、うん、まあ世の中すべてがそうなっちゃってるけど、うん、その最終的にはそのなんかお国とか行政がこう出したからどうじゃなくて、さっきもねあの来る人って言った時に、ね、今年はまだちょっと
不安があるからって方もいたけど、うん、そこはもう自己判断で、来るのもありだし、引くのもありだし、そこはね、うん、自分で守るしかないかなと思うんで、そうですね、うん、そこら辺はもう、うん、もう来るなら納得づくで来るしかないしね、うんうん、でもまあしっかりマスクつけるとかちゃんと対策して、うんうん、極力安全に、はい、ね、安全に楽しんで安全に帰れるように、まあ、皆さんでイベント作り上げていきましょうと、うん、はい、はい、そんな感じで、もうそのまあ、一般公開日にいらっしゃる皆さんからすると、うん、あと1週間後のお話かもしれないんですが、うん、あの出展される企業さんは、うん、多分火曜日ぐらいに搬入するんですよね。僕は火曜日の午前中にこっち出て、うん、昼午後1ぐらいで静岡入るんで、うんうんうん、そうなんですよ。なのでもう京徳さんに残された時間はあと少ししかないということで、いやだから本当こんなことやってる場合じゃないのよ、だからえ、何その、ね、うん、だから京徳さんは当日ブースに行けばいいっていうわけじゃなくて、ブースの飾りとかも全部準備しなきゃいけないってことでしょ。いや当たり前当たり前ね、部材も全部作っていくわけだから、はいはいはい、そのね、よくね、京徳さんが言う部材って言うけど、部材って具体的にどんなものを作ったりとか準備、いや展示してるその模型のサフ吹いたりとかさ、うん、エッチングつけただけのサンプルとかはいはいはい、はい、作ってるし、はい、なんかスチレンボードのパネルとかあるじゃないですか、うん、あの物の下に敷いてるやつ、うん、ロゴが入ってるやつとか、はい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 、あれもだから自分でイラストレーターとかで作って、その何そのデータも作るの、作ってる作ってる、え、そうなの、うん、だから今年は何坪で撮りましたよって撮りますよってなって、うん、でどういう配置で机を置きますよって決まったら、はいはいはい、その机の大きさのやつをイラーレで、うん、その実寸のやつ取り込んで、うん、寸法を決めて、そこに例えばこうこことこことここに A3 のパネルを置いて、はいはい、壁のところに A3 のパネルこれぐらい置こうかなとか、これは A4 のパネル縦に置こうかなとかで、はいはい、その配置の机のところに綺麗にちゃんとまんべんなく物が並ぶように決めてから、それぞれの決めた大きさのパネルをその作図するわけですよ。あのデザインとかをのデザインを、だから作って、そうそうそう、だから何、うん、A4 のパネル、 A3 のパネル作るんだったら、うん、A3 のカッティングマットにその展示用のサンプル並べて、でそれをこう上からスマホで撮って、でそれいられで取り込んで、うん、でその配置にちょうど入るように文字入れしたパネル作ったりとか、はい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 、全部やってって感じ、うん、だから、パネルも自分で作るんですか、あの盛り付きのスチレンボードに、うん、あのプリンタープリントしたやつをバーって貼ってって、うん、余白切って全部パネル作って、うんうん、うん、あらじゃあもうさ、そのブースの展示すべて一人でやんなきゃいけないって感じでしょ、うん、もうまあそうですね、うんうん、なんですって、だからこう配信やってる場合じゃないんですって、うん、もう早く解放してくれねえ、あらまあまあでもね、うん、あと日月でしょ、まるまる、うん、うん、まあなんとかなるとは思うけどね。え、今年は物販とかあるんですか、モデリウムさんのブースって。一応土日で先行販売できるアイテムを準備してます。おお、うん、なかなかね、今生産体制を構築し直してて、その既存品の在庫がね全然ないのよ。はあ、はあははあ、だからそれがちょっとね、うん、なかなかうまく回らなくてあれなんですけど、うん、とりあえず先行販売で売ろうと思ってるものはもう部材全部家で梱包して、うん、パッケージングしたんで、うん、うん、まあ土日になったら買えます。うん。エプロンありますかって。エプロンね、ね。うん、前までのやつの在庫分はあるんだけど、うん、実はね、今年のエプロンとバッジがね、いつもデザインやってもらってるデザイナーさんがね、コロナにかかってしまって、そう、あららら、あら、なんかそう、デザイナーさんのご家族がそれぞれチリチリにホテル暮らしになるっていう、あら大変状況になってしまって、はい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 、そう、静岡にちょっと間に合いそうにないんで、まあ夏ぐらい、
うんうん、まあ、今年のやつ作るんで、はい、あのエプロンデザインはしてもらってやるって形で、うん、そうね、せっかくだからね、エプロンバッジはね絶対に作りたいと思って手配はしてたんだけど、うん、そういう状況になっちゃったんで、はい、モデリウムさんは、ね、あの、うん、ね、最近トイラジを知ってくださった方のために説明すると、モデリウムさんは毎年デザインの違うエプロンを作ってらっしゃるんですよね、うんうん、そうなんですよ、モデリウムアパレルメーカーなんで、うん、うわうわまあでもね、あの利益取ってるってよりはほとんどね、もう儲けなしで売ってますから、うん、まああの何ですか、ノベルティとしてね、うん、楽しんでいただければって感じで、みんながアパレルメーカーなのってびっくりしてるよ、ね、びっくりしてたりとか、本当に知らなくてそういうことなのって思ってる人もいるぐらいだからね、うんうん、まあ、でもここね、そのコロナ禍になってやっぱりそのね、新商品だったりとかが開発がままならなかったりとかっていうこともあったと思うので、うん、まあ、今回のホビーショーで、うん、あの出展してまたリセットというかね、リスタートをかけて、うん、また新たに皆さんにいろんなアイテムをね手にしていただけたらいいですよね、うんうん、そうですね、うん、まあ、なかなかねいろんな事情が重なって思うように動けない状況にはあったんで、うんうん、まあとはいえね、いつまでも動けないねって言ってる場合でもないし、うん、うん、ってなったらまあちょっとしっかりやんないとね、ほっといたら売り上げも立ちませんし、うん、うん、ってなるとね、あのせっかく立ち上げたモデリウムね、存続も危ぶまれてしまいますんで、ね、うん、うん、なのであの、まあ、出店を決めた以上はちゃんとブースを華やかに飾り付け、皆さんの対応するという、うん、ね、まあね、とはいえその、うん、どっちかというとうちの場合はその発表したけどなかなか製品にできてないものがいっぱいあるんで、うん、まあ今年はそれをちゃんと、まあ、分かりやすく、うん、あの現状こんな風になってますよとか、うん、あのあとこれぐらいの作業残ってますよとか、うん、で分かってもらえるようにしなきゃなってところは、まあしっかり説明しなきゃなはあって、まあ、特にね去年も結局静岡行けなかったし、はい、うんうん、直接その表に出て何かを説明しようもなければ、うん、まあなんか動きようもない状況であったんで、まあそこら辺をね一個一個、まあ、なかなかね自分がもう100点にはいかないですけどね、はい、何やるにも、うん、まあそのね簡単にそのポンポンアイテム出せたらね、出したいですけど、うん、でも1個のアイテム開発するまでにやっぱり時間もかかりますし、ね、その皆さんにお届けできるようになるまでにはそのメーカーさんだけではなくていろんな方の手を借りなければいけないので、うん、ね、なのでそうなんですよ、それがまあやっと2年間いろんな、まあ、開発もしてきてますし、うん、まあ、やれなかったことがだいぶできてきたなっていうのもあって、うん、特にまあエッチングパーツなんかはここ2年でずっと開発してきて、まあ、やりようが分かってきたから今後は結構エッチング込みで売ったりもできるかなとか、うん、それが一個ずつちょっとずつ解決してきてやっとまあ今年、うん、まあ、生産の問題もあったしね、うん、がまあやっていけるかな、特にまあうちあの 3D プリントものが多いんですよ、はいはい、キットとして、うん、なんですけど、うん、やっぱねプリントキット扱い始めて、うん、まあ数年経って、うん、機材自体が世の中進歩したし、あ、なんかそれの導入だったりとかちゃんとした生産体制を整えないと、うん、アイテムが増えれば増えるほどね、うん、新製品も作んなきゃいけないし、うん、再生産のためにもプリンターが必要だしってなってくると、うん、設備も増やさなきゃいけないしとかいろんなのがね難しい歯車があって、うん、どっちに舵切るかでいろいろ変わっちゃうし、うん、だから今回はこっちに舵切ってるけどまた状況変わったらまた舵切って違うようにもなりますよみたいな感じとか、はい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 、多分ね、うん、そこら辺はね内容がちょこちょこその何でしょうねバージョンが変わるみたいな感じで、うんうん、またその個人で出してるものと違って、うん、メーカーさんってやっぱ責任がね、うん、お客様とのそのね責任が発生するものなので簡単に、うん、じゃあこれ出しますとかは言えないじゃないですか、ある程度ちゃんと見通しが立った上で何月発売とかっていう形で発表しないと、そう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 、うん、ね、
そうですね、だからまあ2年前ぐらいまでは割とホビーショーとかやっとその定期的にモデリウムが出られるようになってきて、うん、でやっぱりそういうところでしっかり顔を見せておかなきゃいけないから、うん、その製品になるまでは遠いんだけど、うん、開発で形が出てきたものとかも割と早めにお出しして、うん、あの今こんな風に動いてますよっていうのを見せるっていうところをメインにやってきたんだけど、うんうん、結局それがすぐ製品にならないと、うん、みんな期待して待ってもらうだけになっちゃって、あれどうなりましたみたいな感じで、そうそうそう、あれ、ね、あれどうなった、あれこうなったばっかりになっちゃうと、うん、あそこ言うだけで全然出さないよねってなっちゃったら、うん、まあ、それも違うなってなっちゃうんで、それもしんどいですもんね。そうそう、だから、うん、もうこんなのもやってるし、あんなのもやってるよって言いたいけど、うん、あのそういう意味では今年はもうそういう新規ものほぼなしで、はいはいはい、あのいろいろやってはいるんだけど、うん、それ言ってみんながわーってなっても、でもどうせまた数年出ないんでしょってなるんだったら意味ないんで、はいはいはい、ちょっとそこら辺のまあ宿題というか溜まってきたものを確実にお届けできるものを、うん、もう本当にちゃんと一個一個、ね、そうそうそう、うん、発表していくっていう形、そうですね、うん、だからそこら辺をずっと、うん、まあ、まあうちの設計がいるんですけど、設計とかとずっと話しながら、うん、もう一個は1アイテムずつ全部そのやり直して、うん、うん、って感じなんで、あれですね、最近トイラジ知ってくださった方は、うん、やっぱりその、うん、ね、YouTube だったりとか、まあ、こういうニコニコだったりとか、うんうん、でその動画で見る超徳さんとか、はいはいはい、配信で見る超徳さんがメインの方たちもいらっしゃるでしょうし、うん、最近そのね、ホビージャパンさんとかで作例モデルアートさんとかで作例担当されてたり連載されてる超徳さんっていうことを知ってくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、また別の顔というかメーカーさんとしての超徳さんっていうのが、そう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 、あのちゃんと模型メーカーやってます、うん、あのボケじゃなくね、うん、そうそうそう、が多分3年ぶりぐらいにだから人前に出るってことでしょ、うん、そうね、うん、ホビーショーは2年間出れてないし、うんうん、だから久々に模型メーカー超徳さんのリアルな姿が、うん、あの会場にいらっしゃった皆さんに見ていただけるってこと、うん、そうなのよ、だからなんかそういう意味でもちょっと感慨深いよね、うんうん、やりたくってもここ2年ぐらいなんかできなかったこともたくさんあると思いますし、そうね、最初の1年はうん、あえて新製品出さないようにとは思ってたし、うんうんうん、あの小売さんがね、もう全然お客さん来ない状況のところに新製品出しても、うちとしてもその最初の初期出荷が全然稼げなかったら、あの開発生産したコストだけがペイできずに残ってしまうと、うん、ずっと赤を食らって新製品出すことになっちゃったりもあるんで、そうですね、うん、緊急事態宣言であの、ね、通販やられてるショップさんだけじゃないですもんね、うん、模型屋さんってね、うんうんうん、なんでね、まあ、そういうのもいろいろあって、うん、社内でまあ、うん、いろいろ話して、うんうん、まあなんでしょうね、でもまあここ2年のね停滞っぷりはね全部僕が悪いです、正直、うん、厳しい話、うん、こんななんかちょっとリアルに厳しい話をここで今日すると思ってなかったけど、でもあの貴重ですね、うん、あの、うん、ホビーショー前のこの時期にそういう話が聞けるっていうのはすごく、うん、あのすごい大事なことだと思いますし、あとあのだから多分ホビーショーはちゃんとしっかりとやりたいなっていう思いもすごく今伝わってきてて、うん、ちょっとびっくりします、うん、ちょっとねいろんな問題重なった時に自分の中でのそのキャパを超えた時があって、うん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 、あちょっとこれはもうどうにもどうしたらいいんだろうと思ってフリーズしてる時もあったから、うん、だからまあそこら辺ね、あの、まあ、いい意味でも悪い意味でも開き直ったところもあって、うん、結局やるしかないじゃんのところはあるんで、まあ世の中ねこうやってイベントが動き出して、まあ、強制的にエンジンかけられてるところはあるんで、まあそこでまあ、さらに消極になってもしょうがないんで、まあ、あのいいリセットのタイミングとして一個ずつね年内に、まあ、とはいえねここで見に来てる人がどれぐらい刺さるか分かんないけどね、もう本当にもうなんか重箱の隅っこの隅っこのところみたいなものばっか出してるんで、あれですね、やっぱり会場で一生懸命お仕事を
されてるメーカーとしてのお仕事をされてる蝶徳さんを見ていただいたりとか、うん、ちょっとでもねご挨拶だったりとか、うんね、ブースで物販とかもされると思うので、あ、トイラジグッズとかってなんか出すんですか、うん、どうします、トートバッグとか在庫があったら売ります、あ、え、皆さんトートバッグ、そのすずりで買えるのとはまた違うデザインのトートバッグが実は存在してるんですよね、トイラジ、うん、そう、ちょっとね在庫確認しなきゃいけないのと、うん、それ売るってなったら、うん、物販用のお品書きパネルを作んなきゃいけないんで、値段とかね書いてあるパネル作らないと、はい、パネルを作る仕事が増えるんで、わりかしゲストリではありますけども、はい、うん、まあ、でも見てくださってる皆さん、会場にね来てくださる皆さんがちょっとその、うん、グッズ、何かトイラジグッズが、そうね、黒と赤が何枚ずつあるのかなとこチェックしなきゃね、うん、結構ねじわじわね開けてると、うん、分かんないもんね在庫がね、うん、ちょっとチェックしますね、はい、もし在庫がなかったらごめんなさいなんですけど、うん、販売できる場合はどうしましょう、トイラジのツイッターとかでもお知らせしますか、そうですね、うん、まあ、変な話ね、モデリウムのオンラインショップで、うん、まあまあ、常に買えるは買えるんですけどね、うん、でもやっぱりその蝶徳さんから直接買って、ね、サインとか書いてもらえたらいいなみたいな方もいらっしゃると思うので、ね、そうね、エプロンの旧モデルも年によってどれだけ残ってるかもう一回ちゃんとチェックしなきゃね、うん、売れてるやつはね、うん、うん、確かね紺色のやつはね全部売れてる気がするんだよ、ね、うん、あの潜水艦柄のやつとか、はいはいはい、うん、まあ、でもあれですね、2年ぶり3年ぶりぐらいの物販なので、うん、何かあればね皆さん、あ、これ持ってないなっていうものもあるかもしれないですし、そうね、うん、うん、ね、17と20があるんだ、うん、それは出せるかな、うん、うん、まあ確定したらね、うん、どうしましょう、トイラジトートバッグに関してはトイラジのツイッターでもお知らせしますし、うん、物販情報モデリウムさんのツイッターとかでもお知らせが、エプロン出せますとか出ると思うので、そうね、ぜひ、うんうん、チェックしてみます、うんうん、と、そんな準備もあるからこんな配信やってる場合じゃないですよね本当にね、あ、また仕事増えたなと思って、本当にあら、もうね、みんな見た今蝶徳さんのテンションがみるみる下がったよ、いや違う、テンションが下がってるんじゃなくて、頭の中で一回タスクを整理しないともうね忘れちゃうのよ、やばいよ、その、うん、スマホのメモ帳にこう書いて一個一個消していくみたいな、うん、結構入れるみたいな感じにね、そう、本当にね、なんかちゃんと儲かってスタッフが何人か欲しいもんね、一人でさパネル作ったりとか、その一人文化祭みたいなもんでしょ、もう、まあね、うん、ね、うん、で当日も現場行って対応してみたいな、そうそう、ねえ、だからそれでもう頑張って準備したところでさ、なんかもうみんながみんな喜んでくれるとも限んないからさ、あー、みんな喜んであげよう、ね、せめてこの配信を見てくださってる皆さんは、蝶徳さんよく頑張ったねって、ブースすごいねって、ねね、もう普通にね準備して持ってってもね、なんかもう社内でね、なんかこんな売れるのとか言われるからね、普通にね、厳しい、うん、ね、そこら辺がね、まあ、うまくいかせなきゃなと思って、もう本当 ね、だから結果出すしかないもんね、こればっかりは、うんね、いや、やっぱそういうねお仕事されてる方はこう、うん、同じような思いをされてらっしゃる方も、いや本当ね、こういう思いをしたくないから今の仕事してるはずなんだけどね、いつの間にかどん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 ね、そういう仕事も知るするようになってしまってね、うん、いやでもそういうなんかいろいろなそのね仕事をやりつつ全部ね、ちゃんと全力で頑張るっていうのは素晴らしいことだと思いますし、うん、なんだろうね、そういうのに対する適性のところに罰がついてるって自覚症状があったから今みたいな生き方してたのにそれをやってる時にね、やった上にしかもそのやりきれてないところでやっぱりダメなのかなとか思うもんね、やりながらね、やっぱ自分の理想とする、うん、そのやりたいこと 100% に対して、うん、今の自分ができることっていうのが届かないこともありますし、
そう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 、単純に時間がないとか、うん、もっと時間があればとか、うん、なんかもっと準備ができればみたいなところもやっぱりあると思うので、そこはねやっぱ続けていくうちにね、うん、できるようになるといいんですよね。そうそうそう、ね、はい、で私の方もちょっとこれまでのホビーショーとの関わり方っていうのが今年変化をするタイミングなので、はいはい、うん、またあの近いうちに皆さんにお知らせがあると思います。はい、なのであの、まあ、今年はねちょっと一ところにはとどまらない参加の仕方なんですが、うん、あのなんか皆さんに喜んでいただけるお知らせになったらいいなと思って、今一生懸命、うん、大越さんは大越さんで結構準備頑張ってるので、うんうん、そうすごい今準備してるんですよ、うん、何かはまだ言えないんですけど、はいはい、なのであの皆さんにお見せできる機会があればね喜んでいただけたらいいな、ね、うん、それを夢見つつ準備を頑張りますよ、うんうん、はい、まあ、とにかくあの元気に静岡ホビーショーの会場で皆さんと、ね、いらっしゃる皆さんにお会いできたりとか、うん、あの会場に今年残念ながら来られないよっていう皆さんにはいろんな形で我々が元気に仕事を頑張っている姿をお見せできればいいなと思いますので、うんうん、ね、皆さんもうパワーをください。我々が無事に静岡から帰ってこれるようにパワーをください。いやだって問い味の登録してくれてる方々、うん、多分この状況になってからの方が多いんだよね、うん、登録者数ね。コロナ前で1万いくかいかないかだったじゃない、だいたいチャンネル今ね、今日ねこの T シャツ着てるんですけど、うん、この T シャツだからチャンネル登録者様の数が1万人いくときに京徳さんが書いてくださったラジコじゃない、うんうん、あこれがさっき打ち合わせでスタッフさんが調べてくださったら、うん、2年前の5月だったんですって、うんうんうん、だから多分2年前の5月って、うん、多分静岡ホビーショーなかった時よね。そう、コロナ始まってみたいな感じの、うん、そうイベント自体がなかった時なので、うん、だから考えたらあれからプラス 2万人弱ぐらい今、うん、そうね、そうだからそうやって考えたら、そう最初にいた人数よりも1対2の割合で、うん、多いところを全く知らずに入ってきてくれてる人たちが、うん、そうなんですよ、うん、そうなんだよね、だからね、もしかしたらさ、うん、ほら先日ほらジャニーズさんとも共演されてるじゃない、京徳さん、はい、でやっぱ人気モデラーさんじゃない、どうする、うわーってもうひやーって、そういうね大越さんこそいつもそうじゃないですか、いつも肩で風切ってるじゃないですか。違うの、大越さんはホビーショーにいるから、もう常にいるからね、そうだから今日に始まったことじゃないんですよ、うん、大越さんもずっといるから、うん、20年以上ずっとホビーショーにいるから、だから大越さんはもういるものだ、空気と同じだという感じなんですよ。空気の割にはすげえ空に閉じこもってるけどね毎回ね。まあね、もうホビーショーのだから最終日の夕方だから3時半ぐらいよ、うん、もう空に閉じこもるからね、うん、完全にもうおみくじクッキー汚しみたいな感じで、外がパリパリなんだけど中空っぽっていう、ね、そうだってほらあれだもんね、その夕方だから日曜日の3時半ぐらいに京徳さんに話しかけられて、うん、もう全然聞こえてなかったもんね、いや初対面みたいな顔されるもんね。ね、あれ初めまして、どうもごしですみたいな、どちら様でしたっけの顔で見られるから ね、だからもうその何もうその場にいるのがこう普通になってるから、だからそれに比べたらその何ここ2年ぐらいでやっぱりその人気者にのその階段をこうすごい勢いで駆け上っている聖徳、駆け上ってんのかな。聖徳僕はもうずっと山にこもってるみたいな状況だから何の体感もないからね。聖徳が会場にいるわけですよ。うんうん、まあ、別に何も変わらないと思うけどね、人だかりができることもなくワイワイすることもなく別にいつも通り普通にいると思うけどね。いやだからね、うん、ほら問いラジの、あの、うん、見てくださってる皆さんって話しかけたかったんだけどなんか忙しそうだったからとか来てたじゃん、うん、あの時あ多分
2コマ分ぐらい、2通路分ぐらい向こう側からみんなこうやって見てる。だ僕はそれ見かけた時になんかは見てんなと思いながらも忙しいふりをすればいいってことだよね。なんかいやそうね、だからまああれでしょ、小さくバイバイしてあげる感じ。いやさ、その話しかけづらくて遠巻きに見てる側の人の気持ちもわかるけど、そのこっちからさこう立っててさあ、なんか見てる気するなって瞬間あるじゃないですか、人が。でもそれ必ずしも私じゃない可能性もあるわけじゃない。その時が一番恥ずかしくない？ちっちゃく手振った時に、ね、うん、なんか手振られたけどみたいな感じでこう、いや何あの人みたいな感じでふわーって変えられたら、あ違ったんだと思う。何度もあるもん、なんかあの、うん、作品の前に立ってる時に写真撮っていいですかって言って、あー大丈夫ですよ一緒にって、いや作品ですって言われて、あごめんなさいって、すごい私じゃん、あごめんなさい、自意識高越しだ、私邪魔ですよね、自意識高越しさんじゃん、さすがに俺そんなこと一回もないもん。本当に？さすがだよ。私結構ありますよ。マジで？うん。自意識の方高くてらっしゃるじゃないそれは。でもなんかほら写真いいですかって言われたら、うん、ほらなんか。俺写真いいですかって言われたらカメラどうぞって感じでカメラどうぞしちゃうもん。カメラ渡されちゃうの。え何バックで撮りますかみたいな感じで。ね、そうだからね、なんかほら、うん、あの作品といるとなんかあのそのねトラウマがあるから。うん。作品ですかみたいな、え私でいいんですかみたいなのをこう聞くようになったもんね。私なんかでいいんですかみたいな。そうね、まあもういいじゃない、写真を撮ってくださいって言われるだけでももうさすがですよ。いやでもこういうところしかないじゃないですか、ホビーショーとかでしかない。いやそれはだって山手線で言われたら怖いじゃない、ね。移動中の形勢で急に言われたらもう安息地がないっていうね。え、そうそうそう、うん、だからまあそのね、うん、イベントとかじゃないとその、うんうん、お話できなかったりとか、あとイベントでもやっぱりその何トーク長中とか、ああそうだね、ね、うん、移動中サイン会への移動中とかって基本的にはちょっと急いでいるので、ごめんなさい終わった後でみたいな感じになりがちなんですよ。そう売れてる話のスタッフとかもいるわけでしょ。話のスタッフ、うん、はい、もうあのね何秒以内みたいな、うん、ね、話のスタッフ関心ね、ね、それちゃんといて、あね、うん、そうそうそう、だからね、あでもな今年、あそう一応言っときますけど日曜の終了間際になると、はい、あの僕すごい勢いで撤収していなくなるんで今年も、はい、うん、あれですよね、日曜日の夕方4時まで、うん、会場が夕方4時までなので、うん、4時以降はもう話しかけないでくださいってことでしょ？話しかけないでっていうよりは、うん、合同店とかに出してる方で、うん、撤収がほぼ終わって、うん、あ最後に長徳さんのとこに挨拶行こうかなって言って来る頃にはいないんで、うん、あ私あるそれあるあるでしょ、2回ぐらいある、うんうん、でしょ、2回ぐらいある、そう、あの自分のさ展示してるやつ片付けるじゃん、うん、でその展示してるさ模型所のみんなとかがさ一段落してさ、うん、あじゃあちょっとなんか私長徳さんとか挨拶してくるねってバーって言ったらもう何にもない、何もなかった、何にもない、誰一人おらんし何もなかった。そうね、出展者の中で一番規模がちっちゃくて一番撤収が早いのがモノデリウムですから。いやびっくりした、うん、と思って、まだ他はさ、もう他のメーカーさんとか他の出店者さんって結構まだ普通に撤収されてるじゃん。そうね、バラしたりとかね、いろいろと。今でもそんな時間経ってないかって言う、あれ。わかるわかる。うん。いったもんな、わえって、なんもないみたいな。誰一人、ストッコー一人おらんみたいな。ささささって片付けるから。どういうこと？さささー、ゴロ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 で、バターン、ブーンだから。すごい。だからあれでしょう、もう4時過ぎたらいないですよと、ね、だから出店されてる方とかも、うん、もしいらっしゃるんだったらその平常する前に来てお疲れみたいな。そうね、日曜の昼あたりぐらいが多分ちょっと一段落するんで、うん、昼あとぐらいが、うん、そこら辺狙ってもらえるのが一番多分捕まりやすいと思います。もうあの撤収モード入ったら本当にいなくなるんで、うん、いなくなる、そうか、もうあのなんでしょうね、プロの銀行強盗ぐらい仕事が早いんで。ちゃんと時間計って3分以内にね、
すべて終わらさないと警察が来ちゃうみたいなやつがある、うん、ああなるほどね。そのもう本当に仕事が早い、うん、ね、もうパッと片してパッと消えるみたいな。そう、全く渋滞に巻き込まれずに会場を脱出した時のもう車内の盛り上がりよあれでしょ、この車の上の窓ブワーって開けてブワーってなんかお札とか、お札バーってやるし、もうアサルトライフル片手に持って、あの目出し帽ブワーって取って、もうガッハッハッハッってやるんですよ、うん、ねえ、うん、なんですって。だから皆さん、あのモデリウムさんに行くときは会場のしてる時間内にぜひ行ってくださいね。うん、うん、ね、あとあれだね、今年はなんかうまいこと豪天をぐるっと回りたいな。ね、そうですね、うんうん、そうだからね、なんかあの何日間か会場にいるけど全然見れてないみたいなのありますもんね。そう、基本的にブースの前に立って、うん、あのお客さんが来た時に説明するためにいるからね、うんうん、そうなんですよ、ね、あでも今年は学生招待日から展示があるんだっけ、うん、まあ、ブースによっては、あ、参加される方はいらっしゃると思います、ね、金曜日から、うんうんうん、そうなので、まあ、あの比較的ねゆっくり会場来れるよっていう方はぜひモデリウムさんのブース、ね、うん、楽しんでいただいてね、うん、そうなんですよ、うん、はい、うん、今月ね、先月はねできなかったので今月早い時期にやらせていただきましたが、67回目のトイラジは、はい、うん、こんな感じで、もし静岡ホビーショー直前で、うん、もう切羽詰まった超特産をお楽しみいただきました、はい、もう皆さんぜひ超特産になんかもう頑張れってね、無事にお家に笑顔で帰れるよう祈ってあげてください、うん、はい、ということで会場にいらっしゃる皆さんは来週の、ね、土日にお会いできたらいいなと思いますし、ね、うん、来られない方はなんやかんやでトイラジのツイッターとかでなんかお伝えできたらいいね、超徳さんの頑張ってるところを遠くから撮ってかしら、うん、すげえ嫌な顔するけどねすげえ嫌そうな顔するけどね超徳さんが通知で頑張ってますみたいな、うん、はいはい、超徳さん頑張れのエール会、はい、うん、スタッフなんか言った、うん、反省会ね、うん、この後反省会をちょろっとやりましょうかね。あ、はーい、はーい、うん、ね、はい、トイラジチャンネル登録をねしてくださってる皆様向けの、うん、普段はお話できないようなあれやこれやを話したり、反省をしたりする反省会をやっております、うん、はい、この後ね、いつもよりちょっと短くなる可能性はなしにしもあらずなんですが、うん、長くなると暴れちゃうからね僕が ね、 ね、ああ言っちゃいけない言葉とか言っちゃうかもしれないから ね、うん、ね、うん、はい、そんな感じで、はいはい、反省会も行いますので、うん、楽しみにしていただければと思います、はいはい、ね、まあ、静岡来られる方はお待ちしておりますので、うん、モデリングブースで、ね、はい、見つけてください、はい、見つけてください、うん、超徳を見つけてください、うん、はい、大越さんも多分どこにいるかは言えないけど、言えないっていうか分かんないけど、うん、多分会場にはいると思うので、なんかあのあったら小さくバイバイしてください、ね、遠くから小さくバイバイしてください、ね、そんな感じで、ね、すごいみんなからバイバイされてなんかすごい早く帰れみたいな感じになるね、小さく小さくバイバイね、あー、大越さんって、うん、なんかお仕事してるねって思って小さくバイバイしてください、ね、そうそうそう、こんな感じで、うん、いらっしゃる皆さんはくれぐれもお気をつけてね、はい、うん、はい、で、まあトイラジは毎月1回くらいね、1回ぐらい、ね、約1回、約1回 ね、 ね、頑張りたいと思っておりますので、うん、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあそんな感じで、67回目のトイラジ、お相手は大越智恵と超徳でした、ありがとうございました。ではまた、反省会は21時半ぐらいから、半から、はい、うん、はい、やります、おーい。